はい、お便りこと陽介かりんでございます。はい、ということでですね、もうちょいちょい伊蔵とですね月に1回撮ってるシリーズと、いうことなんですけど、まあ、結構ですね反響をいただいてまして、まあ、内容がひたすらコアだなというコアなことをまあちょっと言いたいもんで、はい、なかなか言わせてもらえるメディアはないからそこ行くと、うん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 、ここはちょっと言えるかなっていう、まあ、確かにどうなるかな、はい。でも、もともとですね、これ、おたいレコードミュージックスクールですね、を盛り上げるっていう企画だったんですけど、まあ、なんか、気づいたら、コアなターンテーブリズムの番組になっちゃってるので、スクールについてですね、ちょっと紹介をですね、改めてしたいなというふうで、で、実際にですね、伊蔵に教えてもらった人を呼びたいということで、ちょっと今日はゲストも、お呼びしているというような感じでございます。じゃあまず、奥の方からですね、自己紹介お願いします。おたいレコードミュージックスクール校長の早雲です。よろしくお願いします。このシリーズちょっと初めて出させてもらいます。いつもいるけど出るのはいつもそっち側にいるんですけど、ね、はい、今日は初めて。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、で、DJ 伊蔵ですね、はい、講師の DJ 伊蔵です。よろしくお願いします。はい、そして、はい、ゲスト DJ のゆみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、伊蔵、ゆみちゃんがあれですか、生徒さんで、そうですね、うん、僕のクラスの生徒で、うん、はい、うん、うん、っていう感じで、はい、で、まあちょっとどういう先生なのかとか伊蔵先生がまあちょっと通信簿的な感じです。逆通信も逆通信あ、そういう感じで評価される方で、はい、いうことで、はい、まあ、逆に伊蔵からもね、はいはい、評価を聞いてみたいなと思いますが、早雲さんすいません、はい、おたいレコードミュージックスクールの概要みたいなのをちょっと皆さんに説明をしていただいてよろしいでしょうか。はいはい、場所はですね、今渋谷の新南口、うん、はい、から徒歩1分の高立地なところにあるんですけども、うん、毎週月曜日から、はい、金曜まで DJ とか、うん、あとは作曲の、うん、講義を、ま、今最前線で活躍している先生からダイレクトに学ぶことができる学校です。なるほど。はい、で、まあ、だいたい時間は夕方の18時から、うん、23時まで、うん、開講してまして、はい、その中で、まあ 3クラス、はい、1クラス90分で、うん、受講できるという形になってます。なるほど。はい、はい、で月曜日が、DJ のレンさん、おお、でそれから火曜日が DJ 伊蔵さん、おお、で水曜日が、DJ 翔太さん、うん、でこの3クラスは、まあ、主に、まあ、スクラッチとか、まあ、いわゆるターンテーブリズムとか、うん、あとはそのクラブプレイですね、うん、まあ、ジャンルでいうと、まあ、ヒップホップ中心としたクラスになってます、うんうんうん、で木曜日が、緑青山さんと TP さんという講師で、うん、ここはもう、ダンスミュージック、特に、まあ、ハウスミュージックに特化した、クラスになってます。なるほど、はい、この前発表会もね、そうですね、やりました、ね、南青山で南青山、はい、いつも三茶とかでやってるんですけど全然客層が違ってめちゃビビりました。はい、おしとやかな感じで、はい、はい、で金曜日だけは、作曲クラスになってて、はい、広志渡辺さんという、まあ、テクノクリエイター兼世界の DJ の方、はい、まあ、テクノスっていう方なら、まあ、一度は耳にされたことがある方だと思うんですが、うん、その方から、エブルトンライブを使って作曲を、学ぶクラスを開講してます。なるほど、はい、はい、まあ、こんな感じでございますね、っていう感じですね。はい、はい、できて何年ぐらい経つんですかね。6年ぐらい、6年ですかね。早いね。はい、めちゃくちゃ早いです。だって伊蔵だってオープニングでいたでしょ最初から。俺は本当一番最初からいたんで、ちょうどだから8月とか、ああぐらいから夏とか夏頃だったですよね。一番最初ね、え、うん、結構なニュースになったけどね、伊蔵がスクールやるみたいな。そう、うん、俺はだからずっとやりたかったから、うん、それちょうど前も言ってるんですけどね、うんうんうん、ちょうど声かかったので、うん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 、いやー、まあ、みたいな感じで、まあ、なんとか5、6年ぐらい
やらせていただいているという感じでございます。はい、それでですね、DJ ユミちゃんなんですけど、ユミはどれぐらい経つんですか、入って。今入って専門卒業して入ったんで、うん、今25で5年ぐらいですか。あ、じゃあもうめちゃ結構初期面で、結構初期ですね。そうか、結構早い頃からいた。そうです、いたんだな。もともとその依存のことを知ってたのかな。あ、知ってました。専門学校で、なんか作曲の勉強をしてて、でその選択科目とかで DJ もあったんですけど、そこでなんかあのスクラッチとかジャグリングとかちょっと基礎的なことを、教えてもらった時に、めっちゃ興味持って、お で地元京都で、アナーキー、めっちゃ好きなんですけど、アナーキーと伊藤さんの YouTube 見たんですよ、あれめっちゃかっこよかったね。スクラッチでフリースタイルして、で、あのアワのやつもめっちゃ、やばいって思って、でそっから伊藤さんの DMC のやつとか見たりめっちゃ調べて、で、このここ来たいなって調べて来ました、でも、京都、専門学校は東京だった？あ、東京です。あ、もともと京都出身でっていうこと。あ、なるほどなるほど。専門学校で東京来て、で、その後卒業した後に行きたいなって調べてたんです。なるほどね。あ、そういうことだ。じゃあもう、マジで、もうその昔からそういう YouTube かなんかとか見て。あ、そうです、見てます。めっちゃ憧れの人っていう。はい、で緊張してました。めっちゃ緊張するよね、そんなのね。ただ最初来た時、今はまあだいぶ落ち着いた見た目してるじゃないですか、もっとすんごい派手だったんですよ。ものすごい派手でした。いや確かに。いや緊張するわけないでしょ、この子が。あ、じゃだからその緊張してるのとバランス取ったんじゃないの。、せめて外見だけでも緊張しない感じでしょ、みたいな。めっちゃ派手でしたよ。めっちゃ派手だったね。どんな感じだったの。ブレイズ、ピンク色だ。髪の毛編んでますよ、ブレイズ。ブレイズ。あ、そっか。カラーもまあピンクだが、ちょっと紫っぽかったりとか。ああ、確かにいろいろしてましたよ。すごい、こんな子が何を俺んとこに習いに来るの。最初。なるほど。もうそういうなんかちょっとアグレッシブな感じで、スタイルで来て、でも緊張はしてる。緊張しましたね。そういうイメージですね。なるほどなるほど。で、DJ の腕前というか、そういうのはどんな感じだったんですか、最初の辺。ってか、習う前は。最初の辺は、クラブとかも出だし、20歳になって、まだ出だしたばっかりで、あんまり現場もなくて、で、どっちかって言ったら、なんかあのスクラッチとかジャグリングとかもっと上手くなりたいなみたいな感じで入って、でもレッスン通ってるうちにクラブの営業も増えて、で、クラブで使えるクラブプレイで使えるテクニックとかも今やったら教えてもらってたり、なんかすごいライブ DJ とかも今やってるんですけど、その分からんこととかを伊藤さんに教えてもらったりしてて、なるほどなるほど。最初はその2枚使いとかも、一応できる状態ではあったの。軽くです。軽く。あ、なるほど。基本はできてたよね。そうです、一応。なるほど、っていう感じで。で、習い始めるじゃん。はい、で最初、どうだ、そのめっちゃ緊張 してこうやってきて。いや、しばらく緊張してました。だってさ、なんかさ、怖いっていうかさ、外見だよ、ね。なんかフレンドリーな感じではないじゃん。ちょっと喋ってもいいのかなみたいな感じだよね。で、その緊張質問習って、やっぱこう どんどん上手くなっていくんですか。そうですね。どういう風に教える感じなんですかね。最初の頃は、結構ちょっと突っ込んだターンテーブリズム、基礎的なスクラッチ2枚使いをちょっと超えたところの基礎を教えていったわけですよ。スクラッチも順を追って、ワンクリックフレア行ったり、ツークリックフレアこうですよこうとか、そういうところを教えていって、2枚使いは2枚使いを超えたビートジャグリングの基礎
時にはスローダウンを教えたりとかしてたし、うん、でだんだん営業が増えていくって言って、うん、今はもうバンバンいろんなとこ出てるんですけど、そうなってきたら今度その現場現場に合わせたこういう技術使ったらいいよっていうのをもうさっきも言ってたと思うんですけど、それを教えるようになるわけですね。なるほど。あ、それパーティーのカラーに合わせた選曲、こういう選曲をするからって言って、じゃあこの選曲でこの曲だったらこういう技ができると。ああ、そういうことか。ミックスに織り交ぜるようなやつとかね。なるほどね。実用的な技を教えていくよってるかな。もう今ではもうほとんどそんな感じですね。なるほどなるほど。へえ。でいきなり、まあ、いきなりあの話戻すと行って、でまあ授業受けるじゃん。はい。でどうだったの、その感想としては。楽しかったって感じなのか、なんかどうなんだろう、なんかもっと練習しなきゃなっていう感じだったのか。あ、でもそれは結構両方あります。楽しいはもちろんなんですけど、うん、やっぱここ来て練習して、うんうん、家帰って練習するモチベーションも上がったり、いや宿題みたいなのがある。そうです。宿題っていうか、そのこれやっててレッスンで教えてもらったことを復習、自分で完璧にできるように、うん、納得できるまでやりたいなみたいな。なるほどなるほど、なるほどね。で復習して、そうです、でまた来てみたいな感じで。その由美としては覚えはどうだったんでしょうかね。あのすごい真面目に練習してきてくるから、はい、真面目系ですか。あのできるようになったのを見たときに、それ結構もう分かるんで、あ、ちゃんと練習してきるわっていうのは見て分かるから。もう全部もうバレてるサボったなとか。ほとんどそれ講師の人って自分だけに限らず、うん、みんな分かります。生徒がどれほど練習してきたかは。なるほど。全部分かります。そういうことですね。してるかしてないかは。ああなるほどね。でも例えばユミの場合はしてなかったのが分かったとしても、それだけ忙しいのも分かってるから別にいいんですよ。うん、それはそれは、うん、今忙しいからしょうがない、うん、でそれ忙しい時やっぱここ来れない期間もしっかりあるから、それはちゃんと現場の仕事やってるからそうなんですよ。はい、なるほどなるほど。ただまあその忙しい、まあ仕事で忙しい人、練習する時間がない人ももちろんいるとは思うから、まあ、そこは別にその怒られたりはしないですよ。なんでやってこんかったんだみたいな。だから別に、うん、それはバトル DMC とか出ようとする人に対してはちょっとっていう、あ、そうかそうか、もっとやった方がいいよ、その程度で勝とうと思ってるのかという感じはありますけど。早川さん、なんかあの、はい、あれですか、まあいろんな先生がいるじゃない。はい。まあ、蓮、翔太、蔵で、はい、鉄平、青山、緑、はい、広瀬さん、やっぱりカラーが違ったりとかするもんなんですかね。あ、カラーは全然違いますよ、ね、なるほどなるほど。やっぱあの講師の方の性格も違えば、はい、教え方もやっぱ違うんで。なるほどなるほど。伊蔵クラスはどういうカラーなの。ビシみたいな感じ。あ、まあビシ、うん、そのまあ、今5クラスある中では、うん、まあ、なんか一番こうちょっと張り詰めてる感じはやっぱ緊張されてんだよ今。そう、変な意味じゃないですよ。変な意味じゃなくて、いや絶対大事でしょそれ。やっぱ緊張感みたいなのはありますね。うん、なるほどなるほど。うん、そっかそっか。じゃあもう結構真面目にガンってやるっていう。そうですね、うん、まあそういう生徒さんもやっぱ多いんで、それこそまあ DMC 出たいとか、うん、クラブでまあゆみちゃんみたいにこういうプレーしたいんだとか、そういう明確な目標があって、うん、なるほど、この時間内それ絶対習得したいっていう生徒さんのそういう気持ちもあるんで。そういうの見てて分かるんですか。やっぱ、ああ全然分かります。もう校長も横でずっとこういろんな先生を見てますから、分かります分かります。なるほどね、はい、うん、気合が伝わってくるわけですね。そうですね、そうですね、一番ピシッとしてる感じは。なるほどなるほど、あります、ね。ユミちゃん的にはどうなんですか、その伊蔵先生の教え方みたいな、はい、やっぱこう自分のなんかスタイルには結構
バッと合ってるわけなんですかね、やっぱり。あ、そうですね、うんうんうん、合ってます。なんか知りたいこと、例えば今日この後のイベントで、うん、あ、まあ、日本語ラップのイベントとかで、はい、とかそういう相談して、うん、じゃ次のイベントの時に、うん、こういうの日本語ラップでそういうジャグリングしたいなみたいな、うんうん、相談して、うん、それに合ったレッスンしてくれたり。めっちゃいいじゃん。知りたいことを教えてくれる、うんうん、なるほどなるほど、はい、そこはもういい、もう経験豊富だからこそできるという、うん、かける曲のジャンルが似てるからこそすぐ答えられるっていうのもある。ああ、まあね、まあ、似てるとかほとんど一緒ですけど。まあでもね、影響あの受けてきてるからっていうのはねあるかもしれないけどね、うんうん、なるほど。で、どうなんですか、もう今ゆみちゃんも現場でもガンガンさ、はい、やって活躍してるっていうことなんですけど、はい、あの今はどういう状況なんですか、まあ、自己紹介的な、まあ、知らない人もいるかもしれないので。あ、はい、今は都内を中心にクラブで DJ してて、うんうん、であとライブ DJ でシャルルちゃんっていうラッパーのライブ DJ、うん、シャルルちゃん、はいはい、やってて、あとビートも作ってて、おプロデュースで EP も出してます。やりまくってんのゴリゴリじゃん。なんか、はい、もう上がっ、なんかね、だいぶ上がりかけてる。1曲かけてた、この間でしょ、自分の曲。あ、かけてました、あの配信の、おたれこの配信の時に、ここで DJ やった時かけてました。かけてな、最初らへんに。いや、最後、あれ最後、最後らへん。なるほど、はい、それは何、その DJ ユミ名義で出てる。あ、そうです。へえ、あ、そうなんですか。え、それは誰かとタグ組んでやってるのか、自分で一人で作ってるの。それは一人で作ってて、うん、で、アーティストは友達とか、うん、周り客演で読んで、フューチャリングで読んで、うん、プロデュースしました。おー、いい感じですね。PV、うん、曲によっては PV も、あ、そうですね、あるし、上がって、うん、YouTube 上がってるのもあるし、すごいっすね。そうそう、じゃあ派手な女の子30人ぐらい。ああ、そういう、そういうケースね。はいはいはい。その EP がフィメール限定で作ったんです。おお、なるほどね。歌ってる子もみんな女の子で、はいはいはい、でその中で一番イケイケな曲を、うん、MV にしました。おお、なるほどね。はい、まあそれはあのちょっと概要欄に貼っとこうね。あの、ぜひ見てください。はい、いう感じで。で、大会とかも出たことはある。いや、大会は出たことなくて。なるほどなるほど、はい、それはどうなんですかね。でもまあ出てみたいと言ってることもあったんですけど、はい、ただまあそこはもう本人次第で、うん、タイミングはあると思うんで。で、うんうんうん、本当に出たい時があれば、まあ、その時はやればいいし、うん、他のことがやっぱり忙しいなら別に出る日、わざわざ出ることもないし。まあ確かに、はい、うん、まあでもあれですよ、松永だってめっちゃ忙しい。そうですよ、まあ、のにさ、まあどうですか DMC。 あの苦労は自分は DMC を生徒に全員に勧めたりはしてないです。なるほど。一応ただ、うんうん、ただ、はい、もし、うん、やったとしたら、うん、あの苦労と練習量は必ずいい経験にはなりますよ。なんかそういう言い方するからみんなビビって面白くないの。じゃあ記念受験、記念受験。記念受験。でもまあしょうがないですね、そういう世界なんで。まあでもそのぐらい苦労して出た。まあまあそれはそうだ、ね、出ててきたから、うん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 、うん、なんかあの苦労はいい経験だったなみたいな、そういう感じになる。なるほど、まあ、間違いないですよね。うん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 、そっかそっか。え、もともとユミは DJ でやっていくぞっていうテンションだったんですか。 DJ と、うん、でも今、うん、やりだしたみたいに、うん、ビートはずっと作りたいと思ってて、うん、でその自分で作った曲とかを、うん、DJ でかけれるようになりたいなって思って。おー、なるほどなるほど。じゃあ でも、もうそのなりたいような感じにもうイメージ通り今もうなってるみたいな。いや、まだまだまだって感じ。あー、まだその登りたいところがあってみたいな。なるほど。その最終目標みたいなのはあるんですか。
最終目標は、うんうん、でもそのプロデュースもめっちゃ曲出して、うん、でもちろん伊蔵さんに教えてもらってることとかを活かせたクラブプレイとかをしたいです。なるほどなるほど、うんうんうん、なんか探偵の現場がちょっと減っちゃってて、うん、でしょう。そうなんですよ。でも探偵の現場でやれるときはなんかやりたいなって感じです、うん、ですよね、はい。その時は、まあ、CDJ しか置いてませんみたいなとことかあるじゃん、はい、そうですね。その時は、まあ、やっぱりちょっとむずいみたいな感じなんですかね。軽いその、まあ、軽いスクラッチとかっていうなっちゃいます。なるほどなるほど、まあ、そこでこうなんか探偵入れようよって言ってでなんか前向きになったら俺に連絡いただければまた入れ戻しみたいな、うんうん、いや若い子がターンテーブル使えない子がいるらしいんで、やっぱそうですね、うん、まあどんどん減ってるよね。うんうんうん、なるほど、そういう感じですね。じゃあですね、ちょっと冒頭に話したようにですね、ちょっとお互いの印象をどう感じてるのかというのを改めて番組内でですね、聞いていきたいなというふうに思います。はい。ユミは伊蔵先生はどうですか。どんな難しいの。でも、うん、最初は、うん、まあ、やっぱりその YouTube とか見ててすごい人やなっていうのもあったし、うん、で見た目もイケイケじゃないですか、伊藤さん。まあ、なんかね、うん、なんか言ったら怒られそうな感じがあるしね。でもめっちゃ優しいです、うん、優しいよね。めっちゃ優しいです。なるほど、教え方もそんな感じですか。そうですね、うん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 、でも優しく、うん、あともうちょっとで完璧だねとか、でもちゃんともうちょっと練習 した方がいいなっていうのも気づけたり、うん、でもなんかすごい伝え方とかは優しいし、うん、めっちゃクラブとかでもたまに会うんですけど、うん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 、めっちゃ人も良くて、うん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 、はい、優しくて、はい、大好きです。もう普通に絶賛やん。ちょっと番組的になんかさ、ちょっといまいちここ納得いってないんですよみたいなのがあると面白いんですけどね。はい、まあ、まあ、なんか優しいってのは分かるな、なんか優しいですね、うん、早くもさんもそんな感じですか、伊蔵先生。あ、僕からユミの早くもさんの印象じゃなくて早くもさんが伊蔵のこと。そうですね、はい、優しいっすよ、伊蔵さんは。他の先生がどういうふうに教えてるか、まあ、あんま知らないんで、自分はこれが優しいのかどうなのかも分かってないんですけど。だけどね、優しいっていうかね、ギャップが激しいから、必要以上に優しいって思われてるんだと思う。確かにギャップがあります。でもなんか言うこと言うことが、いちいちなんか本質的だなっていうのはすごい、うん、俺は思いますね。なんかこう短い言葉でシンプルな言葉で分かりやすく要点をついてくるっていう感じがして、だからなんか生徒さんにも伝わりやすいんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん、なんか教える際に心がけてることとかってありますか。確かにその要点っていうのは自分の中でも確実に伝えるようにはしますね、うん、絶対に、うん、で、そこに目標に到達するまでに必要なことを自分の中で逆算して何が必要かをこうすぐ教える、伝えるわけですよ。おー、あ、そっか、そのこれができるっていうのがゴールというかな、ゴールがあって、そこから逆算して考えて、でまず何がこの子には必要なのかっていうのは全員それぞれの目標に合わせて考えて、まあ、あとは半分ちょっと即興的な教え方もしてるから、うんうんうん、例えばパッと生徒が来て、はい、これ覚えたいですって言った時にその場で、うん、そのプロセス考えるんで、うん、一瞬で、それは昔はやっぱでなかなかできなかったですね。けどやっぱ教えながら経験で、何年も教えてきた経験で、ならばこれだなっていうのはすぐパッと出るようになった。ある程度はフリースタイルで教えれる部分と、あとちょっとあらかじめメモっておいたりはしますね。その過去に教えたことを全部自分 iPhone メモってるんで、ほとんど。すごい。で、あ、過去にこれやってるから、じゃあこれができるなら次これできるわみたいなこととか、うんうん、そういうふうにも
あらかじめそれ考えてきて教える場合もありますけど。なるほどね、うん、うん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 、そっかそっか。じゃあ伊蔵自身もやっぱりその5年とか6年の中でやっぱりなんかどんどん蓄積がある。そうですね、蓄積のおかげでこ の,、うん、このタイプの子にはこういう教え方とか、うん、分かる、だいぶ分かるようになってきました、ね、なるほどなるほど。あ、だ話して分かるんだって大体だいぶ分かりますね。なるほどなるほど、うんうんうん、そうかそうか。え、じゃあ伊蔵から見た、ユミ の, あの印象というか、はい、クラブという現場に積極的に出ていくタイプの生徒さんがその当時ユミが来始めた頃いなかったもんで、だから珍しい生徒なんですよ。貴重な生徒さんだったんだ、はい、現場系の。もう本当ここをやる前にもう20代の頃やってたスクールでもやっぱそういう生徒はいなかったですから、クラブに出るタイプ。だから珍しいかも。珍しいしチャンスなんです、クラブに出るタイプ、外に表に出たいタイプの、うん、しかも女の子、うん、めっちゃチャンスなんですよ、うん、俺はもうある程度この文化、ターンテーブリズムの文化を世に広めるチャンスだし、ああなるほどね、ちゃんとすれば、うん、こうこっから広が同じ世代に広がっていくわけじゃないですか、同じ世代の DJ とか、うん、あるいはユミのファンの人とかにスクラッチが広まるわけですよ、うん、だから自分はやっぱそういった意味でもまあひいきはしてるつもりはないです、もちろんないですけど、うんうんうん、結構現場で使えるのを技を念頭に置いてちゃんと教えてきましたし、うん、結構ちゃんとやってくるから、うん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 、であと自分でこれやりたいって言ってくる。なるほど。生徒、うーん、まあそういう生徒って自分でこういうのをやりたいですっていう生徒と何も言うたわない生徒と分かれるんですけど、ユミは全部言ってきます、こういうのやりたいって。もうあらかじめ言ってきますんで。やっぱ言った方がいいんですか、そういうのって。もちろん言ってもらった方がやりやすいですね。やりやすい、はい、うん、目標がはっきりしてる、大きな目標と細かな目標もはっきりしてるから、うん、教えやすいですよね、うん、なるほどなるほど、はい、うん、結構それ大事なことなんで、うんうん、自分で目標がすでにあるっていうこと。褒められてるやんよかった、ね、うん、そのユミちゃんは努力型なのか天才型なのか、それは どんな感じですか、あえて言うならば。自分は天才型というのは、うん、もうはっきり言うと、うん、自分の知り合いの中では、はい、ケンタロウ、レナ、ユウとこの3人オンリーです。おお、だから努力型です。なるほど。あとはもうみんな努力型、あとは努力、ほとんどそれ以外は全員努力型だと思う。なるほどね。日本人ではですね。日本人では、はい、海外だともうちょっといっぱいいるかもしれないです。なるほどね、はい、うんうん、じゃあもう逆言って誰でも努力して練習すればもう それなりには上手くなれる可能性があると。なれるし、あと目標設定があればそこに到達は絶対できるはずです。なるほど、はい、でそれはできてる、ちゃんとしてるから、うんうんうん、であとはもうクラブでもまあ実際プレイ見るから、はい、あ教えたことやってるわってめちゃ怖いやん。伊藤さん来たからうわ やらないとなるよね。それなるよね。今日はやる日やみたいな。今日はやる。普段からやらんと。でも自分でこう普段俺が別に見に行ってもいない現場でビートジャグリングしてる動画とかインスタに上がってたし、で盛り上がってる感じが声が聞こえるわけですよ、そのインスタの動画から。あーよかったって俺はこのそこでめっちゃ思います。へえ、いやそれは嬉しいよね、めちゃくちゃね。あと普通にセッションスクラッチセッションとか回転寿司とかクラブでやったもん。そうですね、何回かやってるよね。やってます。あ、そうなんや。それ見たよっていう声めっちゃ多いですね、うんうん、最近知り合った人とかも、知ってるって言って伊蔵さんの回転寿司の子やとかあります。おーすごいね。なるほどなるほど。そうやって現場でスクラッチやったりとか2枚使いやってみたいな
みんなさ、行ったら普通のクラブプレイとかの DJ ばっかりのところでいきなりユミがそうやってバーンってやったら目立つじゃん。そうです。うん、で、なんかやっぱそれはやっぱ盛り上がるっすか？あ、盛り上がります。おおみたいな感じになるっすか？先輩とかも上がってくれたり、うん、おお結構先輩とかは伊沢さんのスクール行ってるって知ってる人が多い、うん、あ、知ってるから、うん、なんか伊沢さんの生徒やったら間違いないなっていう、もうなるほど、先輩の中で。おーおーおーおお、なるほど。やっぱこうスクラッチを伝えるに、世に伝えるにあたってすごい重要な役割ですから。ただ、うん、そのまあでも一回先輩の前では、うん、ほどほどにしておけよっていうのは言って一回言ってますやりすぎると、うん、やりすぎると、グラフでやりすぎると、はいはいはい、俺も怒られるかもしれない。確かに確かに、そのパーティーの流れ止めるなみたいな、うん、そういうのもあるし、うんうんうん、ただやっぱそのやっぱ現場でスクラッチをしてくれる若い DJ っていうのが、うん、ようやく出てきてくれたんで、うん、自分はやっぱずっとそれを現場でやってはきたけど、うん、まあなかなか自分一人だけでやってても広まんないですよね。うん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 、だからこういう子が出てきてくれるのはこう目標であったっすね。自分がここで教える、なるほどなるほど、で行く上での目標だったっす、うん、責任重大だね。そう身が引き締まる思いが早川さんもあるかな、伊蔵の時に入ってたりとか。そうですね、うん、で由美ちゃんも前から見てたみたいな感じかな。もちろんまあ、うん、5年前から来てくれてるんで、ちょっと最近、うん、なかなか合わなくて売れてきたと思う。ああ、早駒さんのシフトの関係もあってる、そうかそうかそうか、うん、早駒さんはどうですか、ユミの印象は。そうですね、やっぱ経、うん、まあ、ことわざで言うと継続は力なりというか、うん、もうとにかく一生懸命 DJ のことをずっと やってくれてるというか、うん、やってるっていう印象があるので、うんうん、もう着実に上手くなってるし、この前 の、はい、配信の時でもまあ良かったですね、うん、普通にもう一人前の一泊ループじゃなくてビートジャグリングでの回転寿司をやってくれてたのがちょっとあ、この子できるようになってるやんみたいな。前は一泊ループだけだったんですけど、うんうんうん、なるほど、ど、まあ、めちゃくちゃ努力型というか努力家だと思います。おお、いや今日はなんかもう褒められに来たみたいな感じだね。よかったね。そこでつけ上がらないからいいんですよ。なるほどね、褒めても。なんか逆になんか足りないところとかはどうなんですか？もっとこうした方がいいんじゃないかとか、もっとこういうことができるようになったら。足りない、 DJ に対する姿勢で足りないところはないと思う。おー、やばいじゃん。多分ないと思うんですよ、うん、このままいけと。ただ難しい技を覚えたい時の、まあこれ難しいですけど、うん、練習量、うん、難しい技で練習量がどうしても必要な技がある時に、弓矢みたいなタイプは難しいと思うんですけど、人からの約束断ってまで練習しなきゃ身につかないような技あるにはある。具体的めっちゃ面白いですね今の言い回し人からの約束断っても、これを分かる人は今そこにおられる方ぐらいなるほどね、飲みに行こうって言ってもちょっとごめん、今日はこの、 そうですね、そういう時も、ね、もしかしたらこの今後あるかもしれない、うん、そこで練習があるから友達を取るか練習、家での練習を取るかはまあ本人次第なんですけど、うん、そこでちょっともし難しい技を覚えたいなら、うん、1回断るのも一回生だよって、一回っていうかね1回2回やそういうマインドね、飲みを断るのもそれを、なるほど、人生だよとは思います。まあまあまあ、そういう感じでございます。じゃあまあとりあえず、弓的には一応スクールに行って、はい、やりたいことも、まあ、できるようにもなってるし、
まあ、行ってよかったってことでいいですか。行ってよかったかな。よかったかな。よかったはい、まあ、そういう番組です。はい、まあそういうわけで伊豆のね火曜日クラス、まあ、無料体験からやってます。ただやっぱりねこう繰り返し、何回か通ってまた復習して予習してってやらないと、まあ本当にやっぱり良さが分からないのかもしれないなって最近思ってるんですけどね。うん、まあ、とはいえもうまず来て伊蔵と会ってターンテーブル、ね、触ってっていうところから始まると思いますのでお気軽にぜひお申し込みいただければなと思います。じゃあもう運が良かったらユミちゃんにも会えるということですかね。伊蔵クラス行けばはい、はい、いう感じなんで、はい、サインとか大丈夫ですか。はい、生徒がサインもらってる姿とか、はい、俺もう絶対写真撮りたいです。ここまで育てたぜみたいな。だってでも曲も出してさ、そんな DJ もやっていって言ったら、もうそのうち売れんじゃないね。あ、今売れてる。もうファンいるらしいですからね。あ、やっぱりそうか。いるらしいです。あんま不用意なこと言うと。うん、まあまあそんな感じなので、これを見てる人もね、ユミのようにですね、どん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 ですねやりたいことやって夢を掴んでいただけたらいいなと思います。はい、ということでまあいいですかね、そんな感じで、はい。はい、今日はね実際に生徒さんを、お迎えして、お送りしました。はい、ということで皆さんどうもありがとうございました。